怖っ。うわっ、これやで。問題の一端は、ハロー、これだから多分ね、大人がやってんだと思うよ。 Why you guys be so aggressive? Chill man。 ワールドリポートチャンネル、今回はエルサレム旧市街のイスラム地区からおよそ 1.5 キロほどの場所にある中東イスラエルの都市エルサレムの観光スポット、オリーブ山を歩きます。標高825メートルの丘陵で、古くからオリーブ畑があったことからオリーブ山の名がつきました。旧約聖書において最後の審判の日に死者がよみがえる場所とされているため、古代から麓には墓地が作られ、旧市街から徒歩で20分ほど急勾配を登れば、眼下にエルサレム発祥の地、ダビデの町や神殿の丘などを望む大パノラマが楽しめる場所です。オリーブ山は旧約および新約聖書でもたびたび言及される宗教的にもとても大切な場所で、イエスが最後の祈りを捧げたとされるゲッセマネや、イエスが昇天したとされる昇天教会、聖母マリアの墓の上に立つマリア永眠教会など見どころがたくさんあります。オリーブ山とは一体どんなところなのでしょうか。早速行ってみましょう。ワールドリポートチャンネル、この放送はお客様の明るい未来を創造する会社、株式会社テクニカの提供でお送りします。結構歩くと来るね。だいぶオリーブ山の麓にやってきました。なんか簡素な山かと思いきや結構街になっててですね、あ、ほら書いてるじゃん、マウントオリーブス。オリーブ山ってさ、すごくいろんなところに出てくるから、歴史的にもとても大切な場所で、なんかもうパキッとしてんのかなと思ったら、普通にみんなこの丘に住んでる、ただの生活圏みたいな。これ結構意外だったんだけど、普通にバザールとかストアとか。ちなみにさっき、はい、アシスタントのペイがあそこで見つかろうとしたら、驚愕の10シェケル400円、水やばい、最高値更新ですね。なんでここで更新だ。いやいや、旧市街の中でも6とかだったよね。240円やろ、400円はやばいって。あ、わかった、わかったわかった、新しい価格があるわ。ホーリー価格です、聖なる価格。ローカル、観光地、ホーリー、この3つの価格が存在することが判明しました。でもやっぱりオリーブの木が昔から大切にされてるんだなって、こういうので分かるよね。結構樹齢何年って感じじゃない？あのユダヤ教の人たちの修道院みたいなところがあったりとか、あっちにもね、フランスの国旗がなびってたりとか。でこっちはこっちでムスリムの宗教施設だったり、意外とこのオリーブ山のてっぺんの様々な宗教がせめぎ合ってるっていうのは、結構売ってるものの種類とか、あとはそこにいる人の感じで、だいたいこの辺のエリアは何系の人たちが住んでるかっていうのがまあ分かるんですけど、ムスリム系の人たちが圧倒的に多いんですよ。で、まあ、これ歴史的に見るとやっぱりこのエルサレムの地って圧倒的にムスリムの人たちが支配してる期間が長いんで、はい、やっぱり住んでるのはムスリム系の人たちが多いよね。あ、もう普通に子供たちの憩いの公園とかあるんだよね、ここ。ああ、yeah. ah! You hit it! カンディタコ。すごっ、怖っ。うわ、 Why you spill on me? タクロク、タクロク、Why you spill on me? Why you do that? タクロク、ちょっとさ、ワチェンス。What's that? タクロク、ハンジール。ハンジール、ハンジール。ああ、すごい、ダイナンタ。レッド、アシャドウ。Ashadu. Ashadu. Sorry. Ashadu.
石投げられた。石投げられた。Don't do that。ガラ悪っ。石投げ、また石投げられた。よくないよ。ツバも吐かれたし、石も投げられて。また投げてる。これやで。あ、問題の一端は。No, you can't do that. Don't do it. It's not cool. Stop. Don't do it. Hey. Don't do that.It's not good. Stop. 子供の頃からあんなんなよ。いや、そら揉めるって。あ、いくつだって、まだ7歳、8歳の子よ。俺らなんて関係もないのに石投げられるみたいな。ちょっとびっくりやん。生まれて初めてこの距離で唾吐かれるの。やっぱりなんかね、この街ずっと取材してますけど、何かちょっとこう人が人のことをお互いにね、どっちがどっちとかじゃなくて、なんかこう小バカにする風潮というか節があるというか、自分たちのアイデンティティを定義したいがあまり相手のことを見下したりみたいなことを感じる瞬間っていうのはあって。 Hello。 キューってこれなんで、なんでキューなの。普通に歩いててすごい場所だな、ここは。ちょっと衝撃。現在ボイシーでは旅の最新の情報を月額1000円で、だいたい月15本以上ぐらい、しかも1回10分以上の放送となっております。僕、元ラジオ DJ のめぐるがですね、音声メディアで旅の今の最新情報をお届けします。 YouTube だとどうしてもちょっとラグができてしまうのと、あとはですね、言えないこととか挙げられないこととかあるんですよ。そういう裏情報も含めて結構濃密な内容の放送になっていますので、下記概要欄からぜひともご参加登録よろしくお願いします。まあ、よく映像にあるのはパレスチナ人側が物を投げられ、石を投げられみたいなのは見るじゃないですか。それっていうのは結局そのパレスチナのエリアに行くと、こうアーケードみたいなのが上でこう覆われていて、で入植地に住んでいるいわゆるジューイシュの人たち、ユダヤ人側の人たちが出てけっつって物を投げてくる。それはもうさ、形として残ってるから、ジューシュの人たち、ユダヤ系の人たちはそういうことをやるんだ、イスラエル人はパレスチナ人になんでそういうことをやるんだってよく見るじゃん。でも形として見やすいから。でも話聞くと、いやいや、むしろ先に石投げてきたのはあいつらだみたいなのを言うんだよね、ユダヤ系の人たちは。でもそれって映像がないの、だからなかなかこう理解できないんだけど、何も関係ない一市民の私が石を投げられた一端を見ると、ちょっとなんかそのイスラエル側の人たちが、ユダヤ系の人たちが言うところのあいつらが石投げてきたっていうのは、なんかちょっと信憑性を感じてしまうというか、今そんな一端だったね。ほら、何もしてないのに。こういう子もいるんだね。Hello. Where are you from? Japan. Japan, Japan. Japan. In Arabic, Japan. Japan. I love Japan. You do? Thank you so much. Do you love BTS? Yeah, I like. He looks like BTS, right? This is my home. Show me this is my home. BTS, you. Hey, man. What's your name? Yeah, my name? Meguru. Meguru. Meguru is my name.YouTube? Yeah. What's your name? I love YouTube. What's your name? You like YouTube? Yes, you. My name is Tepe. 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 Are you a Muslim or Jew? Muslim. Muslim. What you are? It's you. Buddhism. Buddhism. Yes. YouTube. YouTube. So where are you? Picture. 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 I am. Thank you. Love you. How old are you? Eleven, twelve. Okay. Love you. I am 12. Okay. Don't do that. また石投げてくる。これもだからさ、ちっちゃい頃から特に男の子。でもさ、子供ってやっぱ誰かがやってんの見て真似するじゃん。
俺だから多分ね、大人がやってんだと思うよ。 Why you guys be so aggressive? Chill man, easy. Don't throw the stones to the people. No throwing. It's not good. Okay? Leave peace. Why? No. Why you can't be peace? Why you say f*** you? Nigete. Where are you? Japan. 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 よくないね。本当に。びっくりやマジで。やっぱ子供のやることってさ、大人のやること見たりとかするじゃん。やっぱ何かしらそういう側面みたいなのがあるんじゃないかなってすごい思うけどね。なんか子供がやるってちょっと胸痛くない？なんかあれすごい狂ってんのはなんか子供な気がします。ああ確かに。でも獣医師側の子たちもやっぱり若い子たちがなんかちょっとこう血の気たぎってる感じがするもんね。おい、ハングリー。 What? おい、ハングリー、バレーマン、ハングリー、バレーマン。確かに。で、大人が止めてるもんな、変なことやんなって。確かに。なんかちょっとこう、何から来るんだろうね、これって。いや、大人もこいつらのことをモンキーみたいな、こいつらクレイジーだから関わるなみたいな、なんかあんま良くない感じがするから出ようかと。すごいつけてくれるし。 OK, alright. Are you guys Muslim? Yes. OK, I have a question. I was walking down the street. Yeah. And like kids like 6 or 7 years old, they throw the stones to me. Why? I don't know. I want to ask you. And like, they spill. Yeah. It's joking. Oh, is it joking? Yes. Joking. Yes, I'm joking. Okay. If it's a joke, then it's okay. Yeah. But, you know, I didn't feel good. You like Israel? No. No? No. Why not? You like? yes and no. 50-50. I don't like fighting. 50-50, not much. You like Palestine? Yeah. So, what do you think about Israel? Hello. And Jewish people? Oh, okay. Camera の前じゃちょっとやっぱ言いにくい。そう、カメラの方が。で、この石をゴリアテに売るやつって、こっからなんか石投げるって来てんのかな。638年にウマイヤ朝が911アメリカ同士発生で起こるんですね。あれっていうのが今残っているので、これがイエス・キリストのお墓で、これを保護するドームを作りましたっていうのがこの Accept us. Thank you. I think I see a lot of嬉しいことも悲しいことも人が生きたすべて。ワールドリポートチャンネル。この番組はエネティク、スズラン神宮接骨院、カフェドベルの提供でお送りしました。ワールドリポートチャンネル、今回も番組ラストまでご視聴ありがとうございました。さあ、この番組はですね、皆さんからの貴重な寄付によって運営が成り立っております。下記の概要リンクから飛んでいただきますと、クレジットカードの番号を打ち込めば任意の額、1円でも10円でももちろん100円でも本当に嬉しいです。皆さんのこの貴重な寄付がですね、次の旅への資金としてつながっていきますので、ぜひとも寄付のご検討いただければ嬉しいです。これからも世界旅行続いていきますので、ワールドリポートチャンネル何卒よろしくお願いします。ありがとうございます。